頭大丈夫っていう感じですけど、いやー新型ベゼルレビューですよ。いや、よりスタイリッシュになって最新機能が満載ということで、ちょっとね、私が気になるこの減速セレクター、いやー、ホンダ E にもね負けないこのいろんな機能が搭載されて、いやー、すごいワクワクが止まらないですよね。私ね、他にもこういった、試乗動画とかよく出しておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。ではね、早速外装の方から見ていきましょうね。本編へどうぞ。はい、ついにねやってきましたベゼルプレイですね。いや、今日はね、こちら、ホンダの、広報の小沢先生に広報の小沢先生、あ、美しい木、こんにちは、よろしくお願いします。どうも、今日はよろしくお願いします。詳しく聞いていこうと思ってます。いやー、これちょっと第一印象は、見た感じすごい、なんか前のベゼルに比べてスタイリッシュというか、こう大人っぽくなったなという印象がしますね。いや、で、今回のこのグレードはプレイっていうグレードになるみたいなんですけど、これなんかすごいね、これトリコロール、これなんか意味あるんですか、これ。あ、これはですね、はい、このプレイのグレードだけのアクセントカラーなんですけれども、はい、二輪のカラーとして長らくトリコロール使ってきたりですとか、あとホンダのロゴも白と赤だったり。あ、なるほど、はい、あの色を入れてるんですね。です、はい、アメリカだと青と白のロゴマークだったりするので、それで、はい、ホンダらしいカラーとしてアクセントで取り入れています。なるほど。いやー、これやっぱこれが気になるところでした、今回。同色のグリル、ね、グリル、はい、これどうなってんのって思ってました。ちょっと音チェックいきます。何のチェックやねんこれなるほど、同じ素材っぽいけどちょっと違うか。ちょっと電気自動車っぽいデザインというか、なんかのっぺりね、私はホンダ E 乗ってるんですけど、あれ内燃式じゃないんで、ここにこうね空気が入らなくていいんですけど、なんかそういうちょっと、近未来的な感じのデザインでもあるなという感じしますね。同色にしたのなんかあるんですか。よりクリーンでノイズレスなデザインということで、はい、今回ユニークな同色グリル。ただ用品としてはホンダアクセスの純正アクセサリーとしてはボディ同色ではない黒色のグリルもご用意しておりますので。あ、黒バージョンあるんですか、はい、これ。へえ、すごい仕上げてる。前のベゼルこの辺がなんかねちょっと樹脂っぽかったですよね、うん、なんかむき出しというか塗装が、今回かなり塗装されとるな。ほら、この辺もツヤツヤやね。あ、これなんかミシュラン履いてるんですね。はい、グレードによってタイヤのメーカーは異なるんですけれども、はいはい、こちらは18インチの高級タイヤ履いとるやないか。前のベゼルってなんかこういう傾斜でしたもんね。なんかそうですね、よりこちらのピラーの立ち上げを後ろ側にしたので、その分そのフロントが長く見える効果があって、はい、あ、実際よりも前のベゼルよりも少し大きく見えるのかなと思います、はい、そうそう、なんかねウェブで見た時、あ、大きなったんかなと思ってでも実際見るとそんなにって感じ。ボンネットが長く見えます。そういった技があるのか。そのデザインとしてこだわったのはこのサイドビューの佇まいなので、はい、このサイドから見たときにスリークでロングなキャビンが際立つようなデザインにしています。ほんまですね、なんかこうラインが一本ピューッと走ってめっちゃスタイリッシュ。あ、やっぱここまで電気つくんですね。おお、なんか下まつげやな、こうなってんのね。結構ね、上からもこうライトがね見える感じです。これぐらいなんかせり出してる感じしますね。なんか新しいぞ。なんか結構他社さんでこういうデザインあったと思うんですけど、それとはちょっと現物見るとなんかちょっと違うなという感じしました。
ちょっとあのクリアというかすりガラス調になっているところとその奥行きの見え方にも違いがあると思うんですけれども、はい、こういうちょっとポイントのところにもかなりこだわっている。あ、本当だ、すりガラスなっとる。すごいよ、ほらシーケンシャル来たね。はい、来た。これライトが真ん中にこれつかないんですね。あ、アッパー今つきました。あ、つきました、はい、うん、アッパーでつきました。だいぶ良くなったな、ベゼルさん。いや、ではちょっと内装の方見させてもらいます。ではお邪魔しますと。おお、内装の方はねこんな感じです。すごい、なんか何やろう、これちょっとオレンジ色が結構目に入ってきますね。前のベゼルよりやっぱここがなんていうんでしょう、山形になってましたけど、今回すごい使いやすそうになってる。囲い込まれとるわ。あ、柔らかい。そうですね、あの肘奥とか、はい、その体に近いところっていうのは、はい、できるだけその柔らかい素材を今回使って。ほんまや、あ、なんか柔らかいぞ、ここも柔らかいぞ。これ、ソフトパッドというやつですかね、はい、どこまで柔らかい。あ、これは違うな。これもなんか柔らかいっちゃ柔らかいぞ。これは、この子は硬いな。この子は硬いな。わー。あ、ハンドルはちょっと、フィットとかと違うんですね。ここが、フレームがある。じゃあちょっと、エンジンの方をかけさせてもらいます。ここにパワーボタンがあります。ポチッとな。おお、音がしねえ。今エンジンかかってない状態ですよね。これでも走れるんですよね、これで。はい。ちょっと今日は走れませんので、ちょっとこういう感じでレビューいたしますが。あ、今エンジンかかった。ああ、これこれこれ。なんか、これ9インチぐらい ?9 インチかな。これちょっと、触ら、あ、出た。あ、すごい。これホンダ E と違って、この辺、物理キーがある。はい。バック。結構今回その操作性の良さには非常にこだわって内装を作っていまして、走行中でも難なく操作できるように物理ダイヤルとか物理ボタンを。そうなんですよ、私前乗ってたフィットハイブリッド、これタッチパネルのね、これ液晶でちょっと悪かった。これ全然直感的にいける。あ、こんな感じなんや。あ、チキチキ言うよ。あ、すごい気持ちいい。これこれ空調のところとかもぜひオンにしていただいて、あ、左ですね、こっち、はい、これオン。おお、で、このあったかい冷たいを選んでいただくと、はい、ボタンがちょっとそのように光る感じ。あ、ほんまや。あ、なるほど、ここも連動するよ。メーターの方もなんかこれ半分ぐらい液晶になってるんですね。あ、そうですね、はい、左側は。あ、テレビやら何やらできます。これあれなんですか、OK ホンダついてないんですかね。はい、ホンダパーソナルアシスタントは今回ついてないんですけども、 あれがついてるんですね。 Wi-Fi がついてるんですね、はい、確か。そこのメニューから車内 Wi-Fi 一番右下ですね。あった、 Wi-Fi 来た。ジェネレーション C。Wi-Fi の契約をしていないので、してないんですね、はい、すいません、ちょっとできないんですけれども、まあこれアプリ使えるんですよね。これお魚に餌あげれないんですよね、はい、あげられない。あと今回ホンダ A にも搭載してない機能なんですが、マジですか、そんなんあるんですか。はい、やめてください。ホンダトータルケアプレミアムの機能としては、はい、自動地図更新がつきましたので。そうなんですか、はい、ホンダ E は更新してくれないですか、はい、機能として新たに追加されたものなので、レベルが初となるんですけれども、すごい、販売店に行かなくても自動で地図が更新される。おお、素晴らしい、はい、これあれなんですよね、そういやシングルペダル回生ブレーキが使えるんですよね。この減速セレクターが減速セレクターついていまして、これでもここにはないですよ。あ、これちゃうわ。あ、 B で、はい、ブレーキモードにしていただくと、あ、本当だ、今下矢印ね、これ回生がこの4段階調整できますね。
すごい。これあれなんですか、このアクセル抜いた状態でもこれが使えるってことですよね。はい、アクセルから足を離した時にブレーキがどのぐらい効くかっていうのを調節できます、はい、あ、素晴らしい。やばい、ホンダいい、やばい、ホンダいい。どんどんホンダいいのこの技術がベゼルさんに搭載されていく。ちょっと悔しいな。もうモード切り替えはイーコンとノーマルスポーツ3段階。結構このビジュアルが変わって分かりやすいな。これはあのヒルディセントコントロール全グレードに搭載されているんですが、坂道を下るときにそのブレーキを例えば効かせすぎてちょっと滑っちゃったりとかっていうことが心配がないように、車の方でブレーキの効き具合をその坂に合わせて調節して、でドライバーの方はハンドル操作に集中できるようにという。あ、なるほど。ということは、まあ、結構アウトドアシーンとかで、そうですね、山道に行って、はい、狭い坂道ですれ違うシーンとかあったらそういうのが使えると。そうですね、安心に安心安全に運転できるというやつですね、これは。そうそう、あとこれこれもう一個気になってたの、そよ風アウトレットこれね、これどうな、今これそよ風状態ですか。そよ風状態ですね。で、空調が低い、少ないと少し分かりづらいので、あ、はいはい、あの風のレベルを最大にしていただいて、風のレベルを最大に体感いただくにはですけど、はい、でそうするとその L 字型の吹き出し口から風がふわっと出てくると。ああ、出てる。これどういったらいいでしょうね。こう外向きにこのボディを沿ってるような感じで出てきますね。そのガラスに沿うような形で風の膜を作ってその吹き抜けていくので。ああ、なるほど。肌に、そうですね、体に当たらない感じですね。結構ドライアイになりがちな方とか、はい、あ、そうですね、はい、コンタクトレンズして運転してる人とか結構これいいかもしれない。これシートを、これ布とちょっと貼り分けしてる、こうツートンカラーが結構おしゃれですね。あ、こういうところこれね、デザイン入って、ちなみに乗った感じこんな感じですっていうか、お、上これこれ、あ、閉めれるんや、よかったこれ閉めれるんや、あっちよか透けてる。はい、いかがでしたかね、新型ベゼル。いやー、なかなかの良さでしたよね。いや、気になるのはね、販売価格一体いくらぐらいになるんでしょうね。こちら2021年の4月に発売ということで、いや、ワクワクが止まらないですよね。次はね、あの後部座席を詳しく撮った動画を解説いたします。新型ベゼルの次の動画を見るにはチャンネル登録をすると見やすくなります。そしてベルマークもポチッとしてくださいね。はい、というわけで新型ベゼルプレイでした。じゃあね、バーイ。